やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。いやでも思った以上の反響でしたね。ちょっとところばの登場からいろんな方がちょっと僕の YouTube をちょっと引いてます。コラボではないんだよね。なんかツイートもしたんだけど、俺がお前ら視聴者とさ一緒に配信してたらさ、コラボ配信ではないじゃん。友達ととか視聴者とは出会ってそっから仲良くなったみたいな、うん、なんかさね、なんて言っても、ところばじゃない？すごいよ、ところばのツイッター。今のところばのツイッターが、3.8 万フォロワー。ツイートすると1万いいねつくからね。4時間前に友達と V ケット行ってきたようで写真投稿してる。俺もダメだ、こいつ！笑っちまうようになってるわ。これ見て。ところばの話からちょっとしようか。配信外でも話したんだけど、もうこんなことなると思ってなかったみたいな、あまりにも。で、なんか、あいつは絵を描くから、絵を描くコミュニティがあるんだって。仲いい人たちと。その人たちとゲームをしてるだけで、インターネット触り始めたのも半年前で、みたいな。で、いろいろやってて、なぎさ？あの、1対1のワールドね。1対1のワールドによく行ってたんだって。入り浸ってたんだってさ。で、あの宇宙人のまんまで俺にだけやったんじゃないんだって。いろんな人にあの宇宙人で接してたんだってさ。そしたらたまたま俺が来たらしい。伸び方がちょっと怖くて、ゲームの急上昇と普通の急上昇が分かれてるんだよ、動画って。ゲームの急上昇1位で俺、うわって、ゲームの急上昇1位なんだ俺、キヨさんガッチマンみたいな、やばいってこれはみたいなって思って、起きたら、急上昇1位になってんの。全ジャンルなのね。単純に嬉しいです。ところばのおかげもあってね。でもまあ、ああいうコンテンツばっかりとかに絞る気はないんで。でも興味あるコンテンツ今まで通り増えていくんで。いろいろやってきます。あの、授乳カフェとか行きたいんですよ、僕。まあ、ああいう幸せな動画で社会貢献したように、他の面でも俺は社会貢献したいと思っていて。命の誕生、そっからは育児ってものは必ず生じることなんで、まあ授乳っていうところは、まあいろんな人の理解を深める必要があるかなと思っています。しょうがないです。普通に俺的には心配な点まではいかないんだけど、俺を最近知った人っていうのがすごいエモい、ただのいいお兄さんっていう解釈になってると思うんだけど、まあそれでそっちに合わせてもって感じなんで、まんまの俺でいこうと思います。めちゃめちゃ綺麗な配信を見たかったらね、それこそ他にもあると思うんで。初見なんですけど、普段何してるんですか？いや、外配信とかします。俺のプレゼントをすると、配信者の中だと珍しい方で、ゲーム一貫でやるっていうことはあんまりなくて波あるんだけど、最近だとそうですね、暑くなってからはラジオ配信だったりが主体になってるかな。で、最近は僕は俳優を目指していまして、8月3日にでかい芝居の機会があるので見に来てください。でもファンアート巡りするか。自分用にこれスマートフォンでピュッてやったらこのところばが動くんだろう。じゃあ待って、すごいんだけど見て、フィギュアなんだけど、やばっ。クリエイティブな、なんかあれかもな。やっぱ見てる層がクリエイティブな層っていうのがベースにあるから、ファンアートを作りたいと思う人も多いのかな。かわいい。マジで一個一個かわいいわ。みんなあれだよね。好きなシーンが分かれてるよね。そんなに甘くないっすよ、チームは。あ、配信のキャプチャーみたいなものをしてくれてるんだ。ってか、ファンアート多すぎない？こんなスクロールしてもまだ1時間しか経ってないんだけど。いいですね。乳首隠されてんだけど。隠さなくていいだろ、別に。これ、あれっすよね。宝探しゲームするやつ。そう。ほら、行け。はい。お前や、行くのは。え？
まず出会ってからここまで仲良くなったってのあるけどさ、膝枕カフェとかさ、ドエロい女にさ、めちゃめちゃ誘惑されてきたじゃん今まで。でも最終到達点宇宙人っていうさ、これめっちゃいいね。嬉しいね。でもこういうの書いてくれるってところも絶対喜んでるよ。まあ夏俺が見たまんまのところばだわ。だからみんな作るんだって、みんな作るんだところばは。もはやチェキはエモかったね。チェキっていう存在素晴らしいな、あそこに置いたのが。今日はスタミさんの配信をみんなで見ました。面白かった。へえ、おもろそう。 VR チャットの中でウォッチパーティーできるんだこれ好きなんだよね。書いてくれてました。ところばが喜んでたよ。俺よりも嬉しいだろうな。いや、言うか迷ってたんだけどね。実はありがとうの気持ちも込めて、ところばにパソコン買ってあげたんで。今までワールド選びをするときに、あいつ、クエスト短期でやってたから、クエストだけでね。そういうワールドしか行けなかったんだけど、やっぱり配信に還元したいなと思って。あなた方のサブスクライブで買わせていただきました。使わせていただきました。ありがとうございます。励みになります。ところばも喜んでました。でもパソコン入るとこねえかなとか言ってた。デスクトップ今までお下がりのノート PC しか持ってないらしくて、まあ、絵も描くし、VR チャットのいろんなワールド俺がそもそも巡りたいし、あいつと単純にあいつのためになるかなと思ったんで。でもまあ一個言いたいのが、この情報を言うかどうか迷ってたのが、まあ、配信しろとかは言わないであげてほしいというか。別に配信なんてさ、多分ところばの脳裏にもよぎってるわけよ。別に配信なんてコンテンツも超有名じゃん。したければするだろうから、彼がしたいと思ってするのを待てばいいだけだし。まあ、とりあえず報告でした。サブスクライブでところばくんにパソコン買ってあげました。いろんなところを巡るんで、あなた方のおかげで。俺のアバター見していい？バメッサくん、今俺の動画とかで見慣れてると思うんだけど、今回改変っていうものを初めてしたキャラクターになりまして、ちょそれを見てほしい。単純にバメンサ君、こう見ると一見あんまり変わんないんだけど、まず寄った時に襟足を伸ばしました。元々のデザインが好きなんで、デフォルトからあんま変えないっていう方向性今回やってみて、襟足若干インナーカラー入ってんだよね。前髪と色ちょっと違うのよ。で次がこれ腕時計。これですね。これ中身の時計をリアリティな時間にすることもできるんですけど、こんな感じで、もともとついてないところに腕時計つけてみました。で、最後、これですね。じゃーん！靴！かっちゃいい！これめっちゃ良くない？洋服とかは、ちょっと今、まだ変えずにね。もともとのこのスタイルが好きなんで。え、マジでインナーカラーかっけえ！このゲーム最高っす。これ実は俺、配信外で VR チャットして、出会った人たちに自慢してきました。すでに。自慢したすぎて。はい。ということで皆さんには、サンプルアバター抜け出しましたよという、報告でもありました。なんか、俺が、体験した初心者ルート、初心者がどういうルート行ったら VR チャットハマりやすいよみたいな配信もしたいんだよね。お前らちょっとその悩んでんじゃないかなと思ってて、やりたいっていう人もいるだろうし、やった時にどうしたらいいか分かんないっていう人いるだろうから、誰でもトライできるのにさ、ちょっと敷居が高く見えるから、ちょっとその俺がこのゲームやる時の流れみたいなのもやろうと思ってるんで、ということでお疲れ様でした。マイペースにやってきます。それではバイバイ。お疲れ。